今ではマクドナルドの定番メニューとして定着しているシェイク。シェイクが発売された当時は全く人気がなく売り上げが伸び悩んでいました。そこでさらなる美味しさを追求するため、冷たさや甘さなどの観点から改良が重ねられてきました。しかしこれらの改良で急激に人気が出たのではなく、飛躍的にシェイクの売り上げが伸びた改良が実はストローの太さの改良なのです。人間が最も美味しさを感じるスピード喉越しというのが、母乳を飲む際のスピードであるというマーケティング結果にたどり着き、どうすれば母乳を飲む際の喉越しになるのだろうかと研究された結果が今のストローの太さなのです。一般的なドリンクに使用されているストローよりも一回り太くしたことにより、ある程度の吸引力が必要になり、シェイクのドロッとした液体がゆっくりと上がってくる絶妙なスピードを生み出しました。それにマクドナルドは非常に良心的で、注文の際には様々なオプションが用意されています。ピクルスからチーズまで、基本的にバーガーに入っている食材は全て原料または抜いてもらうことができます。中でもお得感が出るのがドリンクの氷抜きです。氷を抜いた分量が少なくなることはなく、なみなみと注いでもらえます。さらにポテトを注文する際に、揚げたてにしてくださいと言えば揚げたてを提供してもらうことができ、塩の量も多めや少なめなどの注文が可能です。ちなみに赤いアフロヘアーにピエロのようないでたちで印象に強く残るマクドナルドのキャラクタードナルドですが、このキャラクターの正式名称はロナウドと言います。本名はロナルド・マクドナルドと言います。しかし日本人の発音の特徴からロナルドと発音しづらいため、ドナルドという愛称を使用しています。そのため日本国内ではドナルドという名前が共通認識で CM でも使われています。